はい、第51回ハヨクランタン始めさせてもらいます。最近ね、いろんなニュースとかあったんですけど、それまとめて話そうと思いますけど、20個とかね、ちょっと期間空いちゃったんで、たくさんニューストピックスあるんですけど、20個とかあるんですが、ちょっともうね、今日はね、疲れてるのもあるんで、明日から仕事でちょっと憂鬱なんで、3つぐらい、だけ、話そうかなと思います。はい。まあできれば近い時期にまた時間取って、溜まってた分を、まあそうなるとちょっとね、新鮮味なくなるんですけど、話題のね、まあ近いうちにまとめたものを、話そうかなと思います。でまず一つ目、今日の話題一つ目はですね、まあウクライナ情勢ですね。ですけど、まあまたちょっといろいろ進展あって、きな臭いっていうかね、本当記事出てたんで、これトースポなんですけど、ちょっと本当ね、絵空元じゃないっていうかね、起こりうるかなって私なんかも危惧してる話なんで、ちょっと取り上げたいと思います。トースポで、トースポオンラインかな、これ、第三次大戦の可能性が拡大してますよということを出てました。で、私もね、心配してます。これはとても心配です。で、4月15日にね、ロシアのラブロフ外相が発言したんですけど、これまあロシアの国内のメディアにで出て発言してたらしいんですけども、まあキューバ危機ですね、62年の米ソ対立の時ですね。あの時核戦争一番危険性高まったんですが、あの時はね、まだ米ソの間に対話のチャンネルがあったと、今はそれがないんですよと、で、第三次世界大戦は十分あり得るってね、発言してるんですよね。これね、第三次大戦って他の人も言ってましたね、ロシア で。また今回ラブロフ外相言ってるんで、なんていうか、国内の方、ロシア国内に向けて言う、皆さん、国民の皆さん、こういうこともありますからねっていうような感じで言ってると思うんですよ。いやー、きな臭いです。それがまず一つ。あとゼレンスキー大統領、ウクライナの、これが4月20日 CNN に出て、もしプーチン大統領との交渉が決裂した場合っていうのは、もうウクライナだけじゃなくて第三次大戦、まあ他国、モルドバとか他、もしかしたら中国の台湾侵攻なんかも含めてなのか分かんないですけど、第三次大戦につながりますよとゼレンスキー大統領も言ってるんですよね。これは本当にね、怖いです。そうなったらもう日本はね、中国にもロシアにも隣に位置してますし、さらに世界情勢荒れてきたらね、北朝鮮だとどうするか分かんないですよね。で、日本もちろんね、核兵器なんか持ってないですから。で、ロシアがね、もし戦術核、これ第三次大戦の前に戦術核使ったら、もうちょっとどうなるか、収集世界が分かんなくなりますけど、戦術核もね、もう何度もロシア言ってますよね、使用もあり得るよと、部分的とか限定的とか言いながらも、そうなったらもう世界はどうなるかは、指導者がこっちに持っていこうって言ってもね、もう修正効かないぐらいになりますんで、本当に恐ろしいです。で、日本だけですよ、こんなにエネルギーの問題ももう舵切ってますからね。ヨーロッパの方はドイツにしろ、フランスにしても、イギリスにしても、どういうエネルギーの割合、でやっていくかっていうの、日本だけですよね、まだ決めてないの、動いてないの、考えてないのは。いわんやね、国防安全保障の観点なんて、日本は全然、この国を読んでも全然ですから、まあ、防衛費上げていきましょうっていう感じにはなってますけど、倍増するぐらいじゃないとね、今年から今の世界情勢を見る限り。で、核武装なんていうのもね、いまだにこうなってもまだ全然話題に、国会でなんか取り上げられもできない
ていう状況なんで、いや尖閣取られるぐらいのインパクトないと、まあ、憲法改正なんかまだまだですよ本当に。そっからですよね、尖閣取られて何にもできない、アメリカも動かないとなって初めて世論が盛り上がって憲法改正に、まあ行くかどうか分かんないですけど、世論が盛り上がるっていうかね、うん、議論が始まるって感じだと思います。だから遅かれ早かれ、まあ第三次大戦っていつか、まあ今年か来年か分かんないですし、50年後か100年後か分かんないですし、200年後かね、第三次大戦っておそらくあると思うんで、まあそういう意味ではね、うん、憲法改正、核武装っていうのはもう必須だと思うんで、日本は地政学的に見ても、まあ、早くやるっていう意味では、そういう意味では第三次大戦起きんでも、まあ、まあ百害あってですよね、本当害しかないですけど、一理っつったらそこぐらいしかないと思いますね。あとまあうん、尖閣とか北海道沖縄守る観点でも、まあ、軽くね、その最初のねインパクトがその尖閣取られるぐらいの、そこで限定的に収まれば、長期的に見たら日本は国益になるかなと思います。一気にね中国に来られたら本当にたまんないですよ、やられっぱなしで終わると思いますよ。まあアメリカ日米同盟あるんで、そうそうね、そう簡単にはうん、まあ日本がね本州とか侵略されるってことはないとは思いますけど、あとね、ロシアのモルドバ侵攻計画準備が進んでるんじゃないかっていうね、これね、沿ドニエストル共和国ですか、うん、まあ世界から承認されてないですけど、未承認国ですけど、ロシアがね後押ししてるっていう形で、まあここがね、ここのねドニエストル共和国のロシアが認める、あの住民がね迫害されてるとかね、殺されてるとか、また難癖つけてロシアが介入入る、侵攻するっていう、まあウクライナと同じ理屈ですよ。もうこんなこと言い出してるんで、モルドバなんか小国ですからね、ロシアになんか攻められたらもう一瞬ですよね、もうすぐ取られちゃいますよ。で最近なんか調査、モルドバのね視聴者、どこの町だか分かんないですけど、庁舎が爆撃されたってなってますんで、これもね、口実の一環なのに利用されるっていう可能性は大ですんで、本当にきな臭い、うん、ロシアの動きは。どう収めるのか、あのウクライナの南東部取っただけではね、多分、もっと計画あるのかもわかんないですね。もう一番まずいのが、無計画でやってるっていう、その時に思いつきで。プーチンの考え一つで。いや怖いですね。あとね、まあ極東ですね、北海道、まあこれはうん、まあ北海道はね常に日頃ロシアと接してますから、北方領土もあるしも、まあ自衛隊なんかもいるんで、まあまあ準備はできてると思うんですけど、最低限の。とにかくね、中国が動き出して台湾侵攻なんてなったらね、これ本当に世界連動していきますんで、ロシアと中国が歩調を合わせて、その北海道侵攻に中国も一枚噛んでなんてことになってきたら大変ですよ。もう本当にね、まあ自衛隊の幹部は優秀なんで、そのあたり考えてはいると思うんですけど、何せ戦力限られてますし、何せ政治家、国会が、まあ、国民もそうですね、うん、危機管理っていうの全然考えてないんでね、今国防安全保障っていうのは本当第一に持ってこないといけない事案なのに、いやー本当に日本の危機感の中に呆れ返りますっていうのが今日の話題の一つ目です。はい、もう9分も喋っちゃいました。で2つ目、これもね、これは、うん、今日3つ話すんですけど、この2つ目ね、これね、まあどうしようもないっていうかね、またこれかいっていう、うん、まあ特に好きじゃないんですけど、私も。また出てたんでね、まあ一応紹介しようかなと。
で、これで終わるのがね、嫌だから私3つ目軽いの入れたんですけど、2つ目、何かっていうと、まあ、教師とか、都の職員の職場での常時、職場常時が相次いで発覚してますよと。まあ、男と女の不祥事ですね。うん、これニュースポストセブンっていうところの出所ですけど、まずこれこのニュースポストセブンで、3つ事例が、うん、この紹介されてました。職場の常時、うん、まず1つ、今年3月、川崎市の小学校、あ、川崎市の中学校か、川崎市立中学校で、うん、共に既婚の、まあ、男性教師 A さん38歳と女性教師 B さん34歳、これ共に既婚者が校内で性交渉と、うん、勤務中とか放課後とか、なんか見つからない場所とかあったんでしょうね、静かなところが。で、それが発覚して懲戒免職になりましたよと、うん、約3年の間に十数回校内で性交渉を持ったと。で、男性も女性も、まあ、既婚なんですけど、男性は体育教師で長身で人気で、父兄からも人気があったと、信頼もあったと。で、女性教師の方は、まあ、地味なタイプで不倫するような人には見えなかったとは言われてますけど、おとなしめの人だったみたいですね、38歳と34歳と。まあ、どうも教育委員会に、まあ、通報があって、これはバレたっていうことなんですけど、これね、中学生が通報してたりなんかしたらね、本当にどうなんだっていう話ですよね。これ、まあ、うん。いや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 、本当にね。こういうのワイドショーでもやんないですよね。次元、でも私はね、面白いなと思って、こういうことは。うん、まあ、少子高齢化とかね、最近元気がないとかね、元気がない、なんていうの？昔はね、こういうの当たり前にあったと思うんです、男女間の。うん。最近目にしないとかだけど、こうやって実際はありますよってこと。2つ目の事例、ニュースポストセブンの52歳男と49歳の女性、これが、うん、都庁、うん、の同僚職、都庁職員としての同僚関係だったらしい、同僚同士ね。で、ちょっと古いんですけど、2012年から2013年2度都庁内でみだらな行為に至ると、まあ、性交渉ですね、これらしいですよ。まあ今までだいぶ時間で、ね、7年、8年、9年ぐらい、10年ぐらい前ですね、これね、のが今発覚してるっていうことで、まあどうもこの2人仲良すぎるよっていう感じでしょうね。で、都の公益通報窓口にこれまた通報されてると、これで発覚してると。まあ随分事実関係をね、認定するのに時間かかったなと。これはまあ都庁内でももうそういった性交渉が行われてますよと。で、3つ目、これ西宮市役所、2017年、これは45歳の女、35歳の男、これまた共に既婚、さっきの都庁のも全部既婚、もう既婚者同士の不倫ですよ、ダブル不倫流行ってますね、公務員の間で。これもこの西宮市役所内で性交渉を行ったと。詳しくはこれ書いてないですけど、役所関係、教師関係は多い、公務員、警察もやってましたね、この間ニュースで取り上げましたよ。もう消防署でもやってますよね。で、ガストの店長とパートでもやってましたよね、ガストのテーブルの上で。いやいやいや、どうなってるんだって。まあこれがね、まあいくら文明が進もうとこういうことはあるんでしょうけど、どうなんでしょうか、公務員の女性の人がやっぱり、綾小路きみまろじゃないですけど、あれから30年、あれから40年、あれから10年とか言うと、自分の夫、自分の奥さんだけでは満足できないのか、それともやっぱりドキドキするのがたまらないのか、何も職場でやることないのにって思いますよね。はい、もっと、もうこのニュースね、毎回突っ込みますけどね、もっとうまくやれよ、バレないようにやれよ、としか私は思わないです。やる分にはいいです。はい。なんでバレちゃうの？全部通報からバレてるみたいですね。はい。っていうのが今の、今日の2つ目でした。で、うん。この話題で、うん、性交渉の話でね、職場の。終わんのもどうもね、もう本当はやめなかったです、書いてるから。ですけど、3つ目付け足しました。
何か軽い話題です。何かというと、東急ね、東急グループが歌舞伎町、東京の新宿歌舞伎町で、まあ、東京歌舞伎タワー、歌舞伎町タワーっていうのね、これまあ略称、まだ名称決まってないとは思うんですけど、正式名称は来年の、その開業が来年2023年の4月に開業するっていうのを決定したみたいですけど、へえ、歌舞伎町にそんな高層ビルできるんだと、地上48階、地下5階、高さ220メートルで、あの歌舞伎町にね、新たなランドマーク、観光スポットができるということで取り上げました。あそこら辺そんな高層ビルはないですから、西口にはたくさんありますけど、東口はねないんで、まあできたらまたね、東京の新名所になるんでしょうね。ということで、地下が1階から4階は1500人ぐらい収容の、まあ、ライブホールにする予定と。で、6階から8階は劇場が入ると。で、9階、10階は映画館が入ると。で、17階から47階は、まあ、ホテルとレストラン。で、48階多分展望台になると思うんですけど、地上5階まではね、なんとも書いてないですけど、これまだ、まあ、おそらく、ね、お店でしょうね。テナント入れて。ですので、ここ行けば、まあ、映画も見れるし、演劇も見れるし、展望台も、あれ、展望台からね、眺めることもできるし、地下だと、まあ、ちょっとしたね、ライブホールあるんで、1500人規模、そんなに大きくはないですけど、まあ、コンサートとかライブとか楽しめるっていうね、ですね、買い物もでき、まあ、1階か1階5階、マックとかいろいろ入るんでしょう、おそらく、テナントがね、買い物もできるし、食べられるし、まあ、ここにいたら1日楽しめるようなスポットになるということで、多分私も行くと思います、こういうとこは。まあ、別に行かなくてもいいんですけどね、まあ、行きたくなりますよね、48階、そんな高くないですけど。とりあえず登ってね、景色見たくなりますよね。はい。ということで、また、東京に新たな観光名所ができると、新名所ができるっていうことで、まあ、後味よくですね、この話題で締めて、また明日から3日間仕事励んでですね、ちょっとネタまとめてですね、また第52回、53回、ハイクランタンやっていこうと思います。どうも今日はありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。